はい、こちらが仁木山古墳でございます。どうなんですかね、仁木山古墳。はい、こちらの方が三好石塚古墳、前方後円墳でございます。仁木山古墳がね、200メートルの古墳やけど、まあまあ倍長言われたけどね、ちょっと時期がおかしいよね、100年ぐらいおかしいんでね、それは可能性は薄いかもしれんね。昔聞いた時はそんな話だったけどね。吹き石してありますけどね、もともと吹き石あったんですがね、その吹き石はこの中に全部ねしまい込んであるそうですわ、この中にね。それを使う方が良かったんだろうけどね。こう分かるかな、こう。これが前方部でございます。前方後円墳。煙突埴輪もちゃんと立っておりますね。これはレプリカでございますね。さあ、伸び上がってみましょうか。西側には二条山、桂木山、金剛山見えないか。で、周りは星になってます。星になってます。お、みんな星はね。あ、あそこにね、お寺さんがあるんですね。その向こうにね、お寺さんがあるんでね。朝方だ。まあそこそこね、前方公園としては後方部がないからね、短いんだけど、ここですよ、これ仁木山古墳ですよ、問題の。どうなんですかね。はい、こちらの方がね、星坂の彦石島の防衛の王子のね、言われたんだけど、もうおかしいでしょ。年代もおかしいしね。ということはやっぱり行ってみるか。どうですかね。これ前ぐるぐる回っとんだけど、全長が200メートルありますからね。ね、この東側に豪が掘ってありますからね。水も入ってます。そしたら爆薬本行ってみようか。今日は一応ね、10時まで開けていただけるようお願いしてたんだよね。どう考えてもこれが年代も合わへんし、おかしいだもんね。宮内庁はそういうふうにね、事情されてますけど。